トゥルシー。全部トゥルシー。トゥルシー。トゥルシー。これが一番大きい葉っぱ。これが1回目のやつね。ブレンドのやつだ。これ3回目のやつだよね。これが2回目のやつか。まだ葉っぱが大きいね。2回目のはね。紫がまだ全然出てるね。ほら、これが4回目ね。でこれが1回目のやつだから葉っぱがでかいね。これが花芽、花芽を飲んでいい。あー、これ香りがすごいわ。あ、マジすげえ。葉っぱはね、匂いがねしないけどね。これがする。3回目、うん、うん、なんかふわーっと香りがする。でもやっぱ これが 花芽だから、これが一番なんかこう香りが強いんで、毎日ね、こうやって沸騰したお湯に、これがねティーパックのお茶用のパック、これに詰めて、やってます。まあ、このお茶パックってやってるやつね。これがだいたい60枚これが入ってて120円だっけね。安いんだよね。でこれはあの自分たちでブレンドして毎日あのうちの家族で飲んでます、ね、今日もまたね、作っていきます。ちょっとじゃあ作ってみますか。だからこれブレンドするのがちょっとこう楽しみだよね、やっぱりね。デカバでね、1回目の収穫のやつね。はい、デカバを入れて大きい葉っぱと、これが4回目、うん、おお、香りがすごい。これもこれも、あ、これ花芽だね、これもね、うん、おー、こういう感じでね、作ってね。で、この花芽のものを入れて、1リットルで 1g だから、これ 2g か 3g 近くあるんじゃない。量が多くね。このやかんってどれぐらいの量なの。これ1リットル、うん、1リットルじゃないよね、多分2リットルぐらいだよね。2リットルとか3リットル、3リットルは入らないと思うけど、じゃあいいんか、それぐらいの量でいいんか。大体今ちょうど 2g か、じゃあちょうどいいんじゃない、うん、はい、いつも作ってるから大体量が分かってんだよね、うん、素晴らしい。すごいですね、こんなにあってさ、頑張って作ったね、ほんとね。まあいろんな人にあげてるけどね、いろんな人にあげてるけど、こんなにあって来年はもっと作ろうっていう話だからさ、これだけでもさ、あるだけでなんかさ、心がさ、ワクワクしちゃうよね。なんか嬉しい気持ちになっちゃうよね。これね、すごい、これ全部自然の恵みですよ。ホーリーバジルね、来ました。これが 2g、 2g のホーリーバジルブレンドティーイン。これをだいたい2、3分ぐらい煮立てるんでしょ、うん、このお湯を注いだ時ってさ、すぐなんかさ、色が出たよね。あ、色が出てる。あ、やかんの中だから見づらいか。よく作ったよね。色になってきた。もう色がね、これさ、すごいよ。でこれ煮出した後もさ、この茶葉さ、捨てないんだよね。これ今度なんだっけ、お風呂の中に入れるといいでしょ。肌がすべすべなの。だって化粧水にする人もいる。ああ、チンキとか作る人いるもんね。あとなんか化粧水、そうだよね、作っちゃう人いるよね。お肌にもいいし、香りもいい。
癒されるじゃん、風呂で。あ、でもこの香りでさ、そりゃ癒されるって、うん、普通に。おしゃれだねっていうかさ、すごい。でもだいぶ色が出てきたみたい。いや、テイスティングした時もさ、すぐ色が出たもんね、お湯を注いだらね。あ、止まった。完了。香りがやっぱすごいね。これでも一杯いただきます。ちょっと飲んでみて。鼻からなんか、ね、香りがすごいふわーって抜けていく。いつもなんかこれを冷ましたやつ飲んでるよね。冷ますと色がもっともっと濃くなるね。なんでだろうね。ああ、粗熱をね取ってからね。わかりました。5分。おお、5分後は色がすごいついてきたね。ほら、ちょっとこっちに注いでみるか。おお、さっきより色がねついてるね。濃いね。香りもいいし。30分、ようやく色もだいぶ出てきたね。これいつも飲んでる色、この色だね。この色、おー、すごい、すごいね。色がこんなに変わる。こっちの方が飲みやすいんだよね、すごくね。冷めてる方のがホーリーバジルティーって美味しいんだよね。この絵すごいね。やっぱ後ろの茶葉の量がすごい。毎日これ飲んでるんだからすごいよね。で、蓋閉めてね。はい、出来上がり。これが毎日いただいているホーリーバジルティーです。まだこんなにあるからいっぱい飲めます。よかったですね皆さんね。